そしてですね、今日のニュースではいよいよ2025年度プライマリーバランス黒字化の試算が出たということで、えー、物価高で税収増ということで目標達成が視野に入ってきたというニュースが共同通信が配信していますこれ今日25日の22時19分に配信されている記事ですけれども政府が近くまとめる国と地方の基礎的財政収支プライマリーバランスの中長期試算で 2025年度に8000億円程度の黒字になるとの見通しを公表する方針であることが25日分かった。物価高や好調な企業業績を背景とした税収増により赤字を見込んだ1月の全回資産より中止が改善すると判断。政府が掲げる2025年度の黒字目標の達成が視野に入る。 29日に行われる経済財政諮問会議で示すということでもうこの経済財政諮問会議25 29日に開かれるということですけれども、まあ、ここでこの達成が視野に入るということが示されるとその形で予算編成が組まれるということがほぼ確実になりますので、まあ、こうなってくると、まあ、おそらく。 黒字化は来年、当初予算では少なくとも達成できるのかなというふうに思いますね。で、今回の試算では2024年度の補正予算編成は織り込んでいないとで、政府は秋に経済対策をまとめる考えで、規模が膨らんだ場合は、執行される2025年度の収支の悪化につながり、黒字化の達成が難しくなるということですが、おそらくですね、これ、 えー、補正予算は組まれると思うんですよ。補正予算は組まれると思うんですけど、おそらくこの2025年度プライマリーバランス黒字化という、これを実現するために、えー、金額はおそらくものすごい小規模に抑えられるだろうなと思います。で、えー、一応税収が伸びているので、えー、企業業績は好調だということになるわけですよね。企業業績は好調なので、 えー、まあ、何かしら特別な経済対策をする必要はないだろうと。おそして、物価高によって、えー、所得の低い人たちはあ、生活が苦しいだろうから、その人たちだけに限った給付金をしようかと。まあ、その程度のおそらく経済対策になるんではないかなと思いますね。そして、その予算はどこから持ってくるかというと、まず一つが利払い費。国債の利払い費です。国債の利払い費が、 思ったよりも金利が上がらなかったので、当初予算で組んでいた金利、高い金利を見込んでいたから、その低金利で済んだというその差額分がまず予算に充てられると。で、それとその他の経費で使わなかった部分、使わないであろうという部分がそれなりにあるので、その不要の部分を使えば、 おそらく、1兆円、2兆円ぐらいの財源は出てくるから、まあそのぐらいの規模の補正予算にしようかと。まあその程度で収まると思うんですね。なので本格的に、 国民の経済、国民の生活を立て直そうという予算にはまずなりませんし、日本の経済が劇的に回復する見込みもないということになります。なんといっても来年2025年度にプライマリーバランス黒字化というのが実現できるという方向で、これから予算,予算編成の話がされますから、 確実に来年は国民赤字化が実現されるということになりました。もうね、ここまでことなく、2025年度プライマリーバランス黒字化目標がもうすんなりと書き込まれ、えー、あれ書き込まれた時点でもうすでに2025年度プライマリーバランス黒字化の数字が出てくるっていうのは確実だったんですよね。 もう、あの時点で2二2 5年度のプライマリーバランスクロジカを実現するっていうのは確実で、えー、その方向で自民党内で調整が行われて、えー、いわゆる積極財政派と言われる人たちも、うん、それでいいよということで通したということです。まあ、ですから、 我々がいつも求めているような消費税の減税とか、ガソリン税の廃止とかですね、まあ消費税も廃止ですけれども、それから社会保険料の大幅減額とか、まあこういったことは全く検討されることはないわけですね。でなので、えー、来年、まあこれから今年の補正予算もそうですけれども、今年の補正予算、そして来年度の予算を見ても、 本当に今生活が苦しくなっている国民の生活が救われることがないということは確定しました。なので、もう我々がやらなきゃいけないのはやっぱり政権交代です。これから秋に自民党の総裁選挙を行われますが、誰が総裁になろうともこの方向は変わりません。なぜなら、2025年度プライマリーバランス黒字化目標は閣議決定をしてしまったからです。そして、今の自民党の人たちはそれに賛成をしたんですよ。結局。 なので、新しい総裁が出てきてですね、これが急にひっくり返るということは考えられません。えー、もし、そういうことをやるんであれば、この骨太の方針の時にもっと徹底的に戦っているはずなんですね、えー。全く徹底的に戦うこともなくすんなりと通していますから、あまあ次の総裁候補と言われるような人たちも、この2025年度のプライマリーバランス黒字化目標を撤回する気はさらさらありません。ということは自民党で政権を任せたら、 国民が貧困化しているだけ国、国民が貧困化していくだけということが確実になりました。ね、そろそろもうこのことに多くの人に気づいていただいて、えー、次の衆議院選挙では自民党芸をさせて、そしてなんとか野党に消費税廃止、消費税停止でもいい、そしてガソリン税廃止、社会保険料の減額、 こういったことを、とにかく経済を立て直すということで一致をしていただいて、えー、自民党を倒す。まあ、そういうことでね、他の細かいことは抜きにして、一丸となって、えー、国民生活を救うような政治を実現していただきたいと思いますので、えー、私も協力できるところは協力をしていきたいと思います。